セミファイナル一等戦デスマッチサバイバー準決勝第1試合蛍光灯デスマッチ30分一本勝負を行います。デスマッチ記録初出場初優勝にて神谷秀吉入場。横浜ショッピングスリート6人タッグチャンピオン180cm 110kg 神谷秀吉。高校で2013年より8年ぶりの決勝進出に向け伊藤隆二入場。レフェリー中谷亮平、
Stop!
伊藤龍二選手の勝ちです。結果は出せなかったんですけど、はい、その結果以上に自分の中では、はい、10年目、もうすぐ10年目、はい、僕今2012年にデビューして9年やってるんですけど、その中で今までなかったものはどんどん自分の中で発見できた、はい、そういう意味ではこのリーグ戦かなり伸びたのは上谷浩史なんじゃないですかね。はい、それはストロングだけじゃなくて、デスマッチだけじゃなくてストロングでももうどんなプロレスでも、はい、自分が伸びてる実感があるんで、はい、もう今とてもやりがい感じてますね。はい、なんでね、この感覚を絶やさないようにもっともっと何でも試合やっていきたいですね。はい、それによって僕は大日本プロレスを少しでも盛り上げれたらいいなと思ってます。はい、盛り上げるつもりです。はい、自分にはそれができます。はい、それだけです。ありがとうございました。はい、意気投合、応援ありがとうございました。とても身になる意気投合でした。はい、久しぶりに完走したなって感じがしますね。はい、前年僕ストロングで完走できなかったんで、はい、そういう意味でもとてもこのリーグ戦が自分にとって大事なものなんだなっていうのが実感できました。ありがとうございました。そうですね、まあなんとか決勝進出決定ということで、ただまだまだここで止まってるわけにいかないんで、もちろん目指すは優勝、そしてチャンピオン塚本拓実に挑戦、そこからのベルト奪取、はい、そこまで突っ走っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、まあそうですね、強いですね、もうはっきり言ってしまえばもう、自分が勝てた部分というのは経験の差、はい、そこぐらいだと思ってるんで、ああいった力をつけた人間がどんどん下から上がってくる、はい、それをもう、経験の差を見せつけながら、全員叩き落としていきたい、改めてそう思う、今日の一戦でした。上田選手、デスマッチの可能性というのはかなり、そうですね、まだ、はい、始めたばっかというわけでもないんですけど、はい、まだまだ伸びしろはたくさんあると思うので、いかに上谷の頭がどう変わっていくか、それによって十分トップを立てる人間だとは思ってますけども、そう簡単にトップに立たせないのも自分の役割だと思ってるんで、はい、あいつがどんどん変わってこようが、はい、自分が全部止めてやりたいと思います。